モルシェンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す、町村である。モルシェンは、カッセルの南、ローテンブルクアンデアフルダ及びベイブラの北の、フルダタールに位置する。モルシェンは、北はメルズンゲン及び、シュパンゲンベルク、南東は、アルハイム、南西は、クニュルバルト、西は、マールスフェルトと境を接している。自治体としてのモルシェンの町は、 アルトモルシェン、ビンスフェルト、オイバイハ、ハイナ、ノイモルシェン、コンネフェルト、ビヒテの各地区からなる。モルシェンの歴史の始まりは定かではない。確実なのは、モルシェンは500年頃にはすでに成立していたことである。800年から1000年までの初期の地名は、マーズナ、モーニハ、マージン、モールスナ、マースノハといった表記がなされているが、語尾が、 A1A となっていることが時代を同定する根拠となっている。これは水を意味しており、こうした命名法を持つ村は、最も古い入植地グループに含まれるからである。フランクフルトからアイゼナウハに至る、中世の重要な交易路であった、ドゥルヒディ・ランゲンヘッセンは、モルシェン近郊で古田川を渡っていた。モルシェンは1997年に、いわゆる、 モルシェンの親殺し事件で有名になった。これは、ハイマーグエジーのオーナー夫妻が、幼女による殺害計画の犠牲となった事件であった。町長のヘルベルト・ボールゲムートは、2010年に58.9%の票を獲得して再選された。モルシェンの町議会は、23議席からなる。ハイダウ修道院かつての首都会修道院。 ハイダウ修道院は13世紀中頃から14世紀、初めに建設され、16世紀の中頃と17世紀に、宝白の上官に改築された。1985年から2001年まで、この修道院は、モデルプロジェクトに指定され、修復工事がなされた。レーベン・バゲグヌンゲン・パースペクティーンのモットーのもハイダウ修道院は現在、集会、会議、芸術、 文化、婚礼、家族の祝い事などに活用されている。毎年多くのゲストが、コンサート、展覧会、セミナー、演劇、朗読会、シンポジウム、それに、家族や若者たちの個人的な祝い事に、修道院を訪れた。ビンスフェルト地区には、北ヘッセンで最も古い、ユダヤ人墓地がある。 1694年から1937年までの256機の破壊石が広さ5540平方メートルの墓地に点在している。アイスの古田タール橋、モルシェンは連邦道 B83 号線沿いに位置している。アウトバーンエ7号線のマールスフェルト、インターチェンジへは約11キロメートルの距離である。この街は、 北ヘッセ線交通連盟に加盟している。日中であれば、レギオナルバーンで、上級中心都市のカッセルまで、約40分で到着できる。アイス高速鉄道のハノーファー・ビュルツブルグ線の、フルダタール橋は、ビンスフェルトとアルト、ノイモルシェンとの間にかかっており、フルダタールの地表からの高さは、最大75メートルある。 ヘッセン広域自転車道 R1 号線がこの町を通っている。この町最大の雇用主は地下、道路工事業者である。手工業や専門業種の多彩さは、この町の雇用を豊かにしている。三ッ星ホテルと様々な旅館、ペンションが滞在客に対応する。最大地区のアルトモルシェンには、町役場、ミッテルプンクと基礎家庭学校、幼稚園、 郵便局、銀行、信用金庫がある。幼稚園は、ノイモルシェン地区にもある。ビヒテの郷土博物館とアルトモルシェンの消防博物館は、風変わりな展示品で興味を引く。事前に申し込めば、モルシェンからメルズンゲンまでイカダで下ることができる。スポーツ施設は、アルトモルシェン、ノイモルシェン、ビンスフェルト、コンネフェルトにあり、森の豊かなこの街のレジャーを保管している。 ありがとうございます。